おはようございます。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。本日11月2日金曜日の天気をお伝えします。まずは今日の天気のポイントから見ていきましょう。今日は寒気や湿った空気の影響で日本海側ほど雲の広がりやすい天気です。にわか雨も心配なのでお出かけには折りたたみ傘があると安心です。一方で太平洋側の地域は高気圧圏内となり日差しが降り注ぐところが多くなっていきそうです。東北や長野県では見ごろを迎えた紅葉を楽しみながらのランチもおすすめです。ただ朝は冷えているところが多くなっています。放射冷却現象強まっていますね。日中と朝晩との寒暖差が大きくなりますので体調管理にはお気をつけください。それでは今日の天気をアイコンで見ていきましょう。今日は高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。北日本や日本海側も日差しが期待できますが新潟周辺や山形県周辺こちらではにわか雨が心配なので雨具があると安心です。雨の降り方が心配なのが南西諸島。一時的に雨が強まって雷雨となる恐れがあります。強風や高波にも注意をしてください。今日も朝は冷えて内陸部や北日本では氷点下の冷え込みとなったところがありました。日中は20度前後の気温が予想されるところが多くなりますが朝晩と昼間の寒暖差が大きくなりそうです。上着などでうまく調節をしてお過ごしください。以上2日金曜日の天気をお伝えしました。今日も一日頑張りましょう。